皆さんは本当の親以外に自分にとって第二の親と呼べる人がいるでしょうか。親元を離れて暮らしたことがある方にとっては親代わりになった存在の人がいたかもしれませんよね。そのような存在の人が一人でもいるととても心強くて頼りになること間違いなしです。そして世界的大人気 K-POP アイドルである BTS にも親のような役割を果たしているメンバーがいます。そのメンバーとは BTS の中で最年長となるジンです。ではどうしてジンが親代わりのような役目を果たしていると言えるのでしょうか。今回はその真相についてご紹介します。7人のメンバーで成り立っている BTS ですが、いくらリーダーを立てていても全員をまとめることは大変なことですよね。 BTS のリーダーといえばナムジュンですが、賢さと冷静さなどを駆使してリーダーシップを発揮してくれています。しかし生まれた場所が違えば育ち方も違う7人のメンバーたち。一つの作品を仕上げる時やステージを準備している時などは全員が一つの目標に向かって協力し真剣になることも多いです。しかしプライベートやオフの時間はなかなか全員をまとめるということは難しいです。練習生の頃からデビューしてしばらくは同じ宿舎で共同生活をしてきた BTS メンバー、寝る時も食事の時もくつろぎたい時もほぼ一緒に過ごしてきた彼らですが、生活スタイルも性格もバラバラな彼らをうまくまとめてきたのが最年長メンバーのジンです。 BTS が最初に共同生活を過ごしたノンヒョンにある宿舎ではメンバーそれぞれに役割分担があり、ジンは切り盛り担当と買い出し担当をしていました。メンバーの食事を作っていたこともあり、その姿はまさに恩魔を感じさせていたようです。ジンは BTS メンバーの中でも料理が上手なことで有名ですよね。これまでに公開されてきた BTS の YouTube バラエティコンテンツ RAN BTS でもジンの料理をする姿が何度か公開された時がありました。普段から料理をよくするというジンですが、デビュー前から2014年頃まで公式ブログにて自分で作った料理を公開していたこともあります。イーダコサムギョプサルやカルボナーラ、トッポギはメンバーのテテから賞賛をもらっていたほどの腕前です。しかしメンバーたちから味が薄い、いつもワンパターンだと言われるようになったり、スケジュールが忙しくなったことによって徐々に料理をしなくなったんだとか。料理をする姿もとてもかっこいいジン。彼がまたメンバーたちに料理を振る舞う時が来たら大喜びしそうですね。メンバーたちにご飯を作ってあげたり、食事の片付けも丁寧にするジンは、その姿だけでもとても家庭的な一面があり、まるで恩魔のようですが、ジンが恩魔らしいとアーミーたちから言われるには他にも理由があります。2020年にマップオブザソウルセブンのアルバムでカムバックを果たした時に、同年の2月24日にジンは BTS の公式ツイッターにて複数の写真を投稿しました。投稿された写真にはジンの他にもメイクを落としている最中のテテや細くジョングク、ジミンが無理やり画面の中に入ってきたかのように密着して写っていました。この写真に乱入してきた4人のメンバーは無邪気な笑顔を見せたり、わざとジンを映らないようにいたずらしている姿も撮られていて、ジンが4人の子供と集合写真を撮っているかのようにも見えるとアーミーたちも微笑ましく投稿を見ていたそうです。弟たちにいたずらされながらの撮影でも動じず、むしろ楽しんでいるようにも見えるジンは、育ち盛りのやんちゃな子供たちの子育てをしている恩魔のように見えたというアーミーも少なくはありませんでした。母と子のようなメンバーたちの関係性につい心が温まりますね。これまでご飯を作ったりとたくさんメンバーたちの面倒を見てきたジンですが、特にジョングクにとってはママと呼びたくなるほどのエピソードがあったようです。それがどのようなエピソードだったかというと、過去に偏食だったジョングクのためにしっかり食べれるようなメニューを作ってあげたり、ビュッフェに連れて行ってあげたというもの。
また、自分のお金で買ってきた食材でメンバーたちに料理を振る舞ったこともあったようで、本当にお母さんのような役割を果たしていました。自分が作った料理をメンバーたちが美味しそうに食べているところを見ることが嬉しいし幸せだと言っていたこともあるジン。彼は自分が作ったものを振る舞うだけでなく、出前した料理などもメンバーに分け与えたりもしています。ジョングクにとって食事を分け与えてくれるジンはママのようだと言っていたこともあります。またジンもジョングクは僕がおんぶして育てたと言っていたり、ジョングクが少し悪ふざけをした時に誰が育てたんだかとボソッとつぶやくと、ジョングクがすかさずジンヒョンに育てられましたと返すシーンも何度かありました。どんなに大人になっても離れて暮らしている両親を恋しくなるのは当たり前ですよね。 BTS メンバーの中で最年少であり、若くしてこの業界に入ってきたジョングクにとって母代わりになるようなジンの存在はとても頼りになるのではないでしょうか。ここまでジンが BTS メンバーの中で母親のような役割をしていることを伝えてきましたが、 BTS にはもう一人オンマのようだと言われているメンバーがいるのはご存知でしたか？それはどのメンバーかというと補足です。メンバーたちが宿舎で一緒に生活していた頃に受けたインタビューで、補足は母親説教担当と答えていた時がありました。確かに現在でもメンバーがおふざけが過ぎてしまった時などにビシッと注意したり、意見交換の場で積極的に発言している姿が見られますよね。説教するだけでなく、メンバーの表情や雰囲気をよく観察して、少しでもいつもと様子が違ったりしているとさりげなく声をかけてあげられるのも補足のいいところです。そんな彼の性格も母親が我が子の変化にすぐ気づくのと同じような性質なのではないでしょうか。補足は特にテテやジミンが辛い時や落ち込んでいる時などにすぐに駆けつけているイメージがあります。また彼と同い年であるナムジュンの心情の変化にもよく気がついているなという印象です。ジンと補足が BTS の母親のような存在であるならば、果たして父親のような存在となるメンバーはいるのでしょうか。最初の宿舎で過ごしていた頃、部屋のあちこちが故障してしまった時によく修理していたシュガ。彼こそが BTS の父親という役割を担っているようです。普段はあまり物を多く言うタイプではないですが、落ち着きがあって冷静に判断できるのがシュガですよね。わちゃわちゃと騒いでいる弟たちをよそに、どちらかというとシュガは微笑ましそうに見守っているタイプです。一見リーダーであるナムジュンも父親っぽいのではと思われますが、何でも簡単に壊してしまうためにアーミーからは破壊神というあだ名で呼ばれることもあります。ナムジュンもどちらかというとシュガと同じように冷静なタイプのようでもありますが、やっぱりシュガの方が大黒柱らしさがありますよね。今回はジンがなぜ親代わりのような役割を果たしていると言われているのかについて、その理由をご紹介しました。個性豊かでキャラクターがはっきりしている BTS、 このようにオンマはジンでアッパはシュガでと家族像を思い浮かべられるところがまた彼らの面白いところですよね。アーミーからしてもジンは本当にメンバーたちのお母さんのようで、他のメンバーたちは赤ちゃんのようだと微笑ましく感じているコメントがよく寄せられています。バラエティ番組に出演した時やラン BTS での様子、コンサートのビハインドでの様子など公開されているものを見ると、彼らがどのような関係性であるのかがよくわかります。皆さんにとっては彼らはどのような関係性に見えているのでしょうか。このことについて語ってみるのも楽しそうですね。それでは次回の動画もお楽しみに。ボラヘー。